はい、皆さんこんにちは。エイトの大橋です。今回はね、キイロスズメバチの駆除の模様を動画にしたいなと思います。よくニュースとかでスズメバチに刺されたっていう種類で一番多いのはね、このキイロスズメバチかなと思います。キイロスズメバチは個体はね、小さいんですけれども、スズメバチの中でね、一番大きな巣を作ります。今回のスズメバチの巣もね、約50センチか60センチぐらいはあるんじゃないでしょうか。まあ、スズメバチのね、駆除方法いろいろあるんですけれども、私どもはね、駆除依頼っていうことなんで、もうね、速攻で駆除できるスプレーで行きたいなと思います。しかもね、今回は高さもあるんで、下の方に足場を組んでます。ここからね、はしごを伸ばして駆除してみたいと思います。怖い。はい、今ね、はしごつけたんですけども、大量にキイロスズメバチが出てきました。やっぱりね、巣を揺すったりとかすると大量に出てきてね、危険です。ちょっと距離はね、離れてるので落ち着くのを待ってから駆除したいなと思います。はい、それではね、はしごの方を設置できたんで、今から巣に近づいてみたいと思います。一度穴の出入り口のね、確認で上がりたいと思います。もちろんね、防護服と保護手袋、長靴はしています。それではね、行ってみます。やはりね、どうしても振動があるんで、上がっていくとね、出てくるかもしれませんね。まあ、こんな感じですね。穴の方はね、ここにあります。ちょっとね、一度休憩してから駆除したいと思います。
はい、とりあえずね、先ほど巣の中のね蜂はほとんど駆除できたんですけれども、どうしてもねこんだけ巣が大きいと戻り蜂っていうのが数多いのでね、それの駆除を今しております。ほとんどねいなくなってますけれども、まだいくらか飛んでますね。はい、ほとんどね蜂もいなくなったんで、今から蜂の巣を落としていきたいと思います。まだね少し戻り鉢がいてるんですけどね、とりあえず巣を取りたいと思います。